はい、どうもこんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えー、これが今日の最後の配信になります。こんばんはです。えー、なんと言うかね、えー、大変なことが今起こっております。大変なことがです。はい、チョコレートが、もしかしたら来年には、もう手が届かなくなるかもしれませんよ。ココアとかも。 今のうちに買っておいた方が良さそうな感じになってきました。実はですね、えー、これ先週かな、配信したんですけど、はい、えー、チョコレートの価格が史上最高のね、1トン7000ドル以上になったという、えー、そういった記事をご紹介しましたが、今回、今回ですね、大変なことになってます。 何があと引かというと、このカカオの価格がもっともっと高くなって、1トン8000ドルを超えました。1トン8000ドル超えでございます。これ、アフリカの国々で、えー、気象以上でね、ココアが、あどうやらあ、カカオの生産がうまくいかなくなってしまったようです。はい。 今後お、チョコレートの価格がこのままで済むとは考えない方がいいと思います。はい。なんせ21粒まで減ってしまいましたからね。23粒入ってたのに。はい。えー、皆様お分かりになりますでしょうかチョコレート、このままで済むと思わない方がいいです。はい。どんどん高くなります。もうね、あの、実を言うと、アメリカのですね、アメリ、アメちゃんのね、えー、チョコレート大手。 はい。キャドバリーとおハーシーですね。値上げ宣言しております。はい。えー、値上げ宣言しております。このままだと多分ね、今年中に価格倍ぐらいになりますよ。はい。 え、これ10粒入りになっちゃうということですね。恐ろしいことでございます。こちらね、え、今年の、いわゆる、バレンタインの時にカルディで買ったチョコレートのトリューフなんですけど、美味しいんですけど、これ、今年の10月まで持つんですよ。なんで、これ食べずに取っておこうと思っております。はい。え、ということで、残念なことに、 美味しいチョコレートが多分ね、今までの値段では買えなくなってしまうということでございます。まあ日本の企業ね、えー、結構頑張ってるんで、えー、材料を大量に仕入れてあります。1年分とか半年分とかね。はい。えー、でもこの在庫が、この材料が切れたら、めちゃくちゃ上が,く上がるということ、覚悟しといた方がいいです。チョコ好きの皆様、 ここは好きの皆様。備蓄するなら今のうちでございますよ。はい。備蓄するなら今のうち。そういうことでございます。えー、それからですね。それからもう一つ食べ物の話題。これはあんまり、まあ両方ともよろしくないんですけど、えー、皆さん、鮭は好きでしょうかはい。サーモンでございます。はい。 サーモンといえば、日本はノルウェーからね、大量にこの鮭をね、輸入しておりますよね。なんと、お実はですね、実は、これ今頃出てきました。はい、えー。ノルウェーの鮭。はい、ノルウェーの鮭なんですけど、養殖所で1億500万匹死んでいて、えー、まあ、理由は白身なんですよ。はい、鮭の白身なんですね。で、 えー、実は、この死んだ鮭を販売していたということでございます。はい。えー、まあね、しらがついてかゆいかゆいって言って、えー、まあね、えー、不幸にして、4、えー、してしまった鮭ですね。はい、鮭。こちらの方を、まあ、いっかということで市場に出していたということです。はい。えー、皆さんまさか生サーモンなんて 食べてませんよねはい、えー、火を通すようにしましょうねはいまあ白身なんで害があるかどうかはわかりませんはいでもあんまり良くないことです実ははいとってもよろしくないことですこれははいえーまあ病気でね4した病気で4してしまった鮭をね、えー、生鮭だよ っっっって言ってててて言言新鮮な鮭だよたたくさん販売していたといととうことです日本かなり大量に輸入してると思うんでね、えー。まあ生のね、サーモンのお寿司とかお好きな人は控えた方がいいですね、今後ね。はい。えー、まあ、こ、日本のね、国産の鮭もあることはあるんですけど、かなりね、えー、高額なんでね。 安いお寿お寿司には多分入ってません。はい。なので、生サーモンとかね、スモークサーモンのね、お寿司とかね、えー、まあ、アペリティブですね。はい、前菜がお好きな方は注意しましょう。はい。えー、病気の、病気でね、4してしまった鮭ですね。こちらの方を新鮮な鮭だって言って輸出していたことがバレてしまいました。 まあ、なんということでしょうかということです。私も海産物もね、ほとんど今食べてないんで、はい、もうどうでもいいんですけど、お肉もね、ほぼほぼ食べてないです。もう,それもうね。一、えー、月に一回か二回食べるぐらいじゃないかな、肉ね。はい、そんなもんですね。はい。えー まあ普段動物性タンパクは卵とね、乳製品から取ってるんですけど、まあそういう感じです。えー、まあ、あなんていうのかな。皆さん本当に食べ物に気をつけましょうね。はい。そして、チョコレート。こちらの方、品薄になりますよ、今後。はい。今のうちです。粒は減ってても今のうちです。はい。これ多分来年になったら価格倍ぐらいになってると思いますよ。 なんせ、あのー、1トン、1トンの価格が、もう、どんどん、どんどん高くなって、今、8000ドルでございます。カカオ豆の。なんで、ココアも好きな方はね、今のうちにいい、ココアパウダーを備蓄しといてください。まあ、とんでもない値上がりになっておりますよ、ということで。はい。えー、こちらの生地、2つも、 概要欄の方に貼っておきますのでね、皆さんどうぞ見に行ってくださいね。よろしくお願いいたします。今日もね、一日本当にお付き合いいただき、心から感謝いたしております。そしてね、また明日も元気なお顔で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。良い夜をお過ごしくださいませ。はい、いつも心に太陽を前向きでね、積極的に生きていきましょう。 それではまたごきげんよう沖縄おばばでございました。はい、えー、私もね、えー、頑張ってこちらの方、備蓄したいと思います。はい、皆さんも、チョコ好きの方は、備蓄お願いいたしますね。おやすみなさい。